谷翔平、初めて語った986億円後払いの意図、僕は全然いいですとペイロールに柔軟性。ドジャースは日本時間15日、本拠地ドジャースタジアムで大谷翔平投手の入団会見を行った。スーツ姿で登壇した大谷は、真新しいドジャースの背番号17のユニフォームに袖を通し、ブルーのキャップもかぶって笑顔を見せた。今回の契約については10年総額7億ドルの契約であると米メディアに報じられている。しかし、そのうち6億8000万ドルが後払いとなり、来季以降の年俸200万ドルであるともされて注目を集めた。これについて大谷は会見で、もともと後払いは、どの選手も大型契約になるとつくもの。パーセンテージについては、選手に一任するというのがありますし、自分が今受け取れる金額を我慢して、ペイロールに柔軟性を持たせられるのであれば、僕は全然後払いでいいです、というのが初めですかね、と自らの考えを初めて明かした。ドジャース以外にも複数の球団と交渉したとされる中で、他球団も同様の交渉内容だったかを問われると、今も他の選手の交渉をしている最中だと思いますので、具体的に言うことができないというのはあると多くを語らなかった。10年2000万ドルのハイパードレイ契約を認めたことになるが、実際のとこ向こうじゃどういう反応なんだろ。マエケンの時ですらボロクソだったし、マエケンのとは全然違う話。代理人から説得はされなかったんだろうか。あとはグラスノーと山本やな、みんな後払いにしたら面白い。副収入がえぐいから金のことは気にしてないんだろう。それよりワールドシリーズ優勝したいから補強に使ってくれと。お前ら騙されるなよ。今の大谷は野球以外の収入が30億あるんだからな。別スレに書いちゃったけど、大谷の何がいけないかって、贅沢税の主たる目的である戦力の均衡をあからさま破る目的でこの契約を結んだことだよ。所属期間中とそれ以降もらう給与の割合が極端に離れているし、大谷みたいにスポンサーが多い選手にはそれができてしまう。いや、贅沢税は払うぞ。大谷は4600万ドル計算なので。悪役になってでも勝ちにこだわりたいんだな。エンゼルス時代がよっぽど効いたんだろ。成人扱いにも辟易してる頃だろうし、多少ブラックな面を装備するのも悪くないわ。これ野球に限らず全ての競技の大型契約で実は後払いというのが多いんじゃないの。実質4億6000万の契約なんだから、贅沢税的には何ら問題ないだろ。10年後にカリフォルニア州からトンズラしたら多少言われるかもしれんがわら。供託で払われて7億ドルはガチだからな。未来にならないと実際のインフレ率もわからない。実質とか言ってたら他の長期契約アスリートや後払い全員実質計算になってしまう。いつまで金の話してんねん。アメリカで得た利益を日本に持ってくるとダブルで税金取られるからな。それは手続きすれば返ってくる税金はどっかの国で一回払えばいいだけ。副業やら広告料で年間稼ぎまくる大谷だからできた芸当。そもそも今年の年俸は40億やんか。生活するにはもう十分あるからな。